西東京のアパートに引っ越した時のこと。2DK、2階建て、築2年のごく普通の物件だった。私の部屋は3個ある2階の左端でした。当時、私は独身でフリーの仕事をしており、打ち合わせなどで外へ出る以外は、部屋の中にいることが多い生活をしていました。ところで、30を過ぎて独身、収入の安定しないフリーの仕事をしている人間が、賃貸を借りることは意外と苦労します。はためからは勤めもせず、日々ブラブラしている社会不適合者に移るのかもしれません。実際、そのアパートに入居するときも、大家さんの対応は偏見に満ちたものでした。ですから私は引っ越しのたび、近隣の入居者には菓子折りを持って、仕事の関係上部屋にいることが多い旨を伝え、できる限り丁寧に挨拶をするよう心がけています。さて、今回も引っ越し早々に、隣と真下の部屋へ挨拶へ行きました。隣は旦那さんがガテン系の仕事、奥さんも共働き、そんな若夫婦でした。愛想がいいとも悪いとも言えない、ごく普通の隣人です。ところが、真下の部屋には、何度行っても中から人が出てきません。はじめは不在なのかと思っていましたが、どうも様子が違います。特に安不審というわけでもないのですが、壁も薄く、隣のテレビの音が漏れ聞こえるような建物です。当然、下の部屋の足音などの生活音も、隣ほどではないにしろ聞こえます。しかし、明らかにいるであろうタイミングで行っても、呼び鈴に反応がありません。ドア越しにこちらを伺っている気配は感じるのですが、ただの不在なら私ももういいかとなるのですが、明らかなイルスを使われては、少々意地になります。大家さん曰く、旦那は勤め人、奥さんは専業主婦のきちんとした若いご夫婦とのこと。世間的にきちんとした人の対応がこれか？と思いつつ、その後も何度か足を運びました。ようやくそのドアが開いたのは、私が引っ越してからすでに1週間以上過ぎた日曜日でした。出てきたのは旦那の方で、きっと偏屈な野郎に違いないという予想に反し、物腰の柔らかな気弱そうな感じの方でした。挨拶を済ませ帰ろうとした時、奥の部屋の暗がりから、様子を伺っている奥さんに気づきました。奥さんは小太りでショートカット。お世辞にも美人と言える外見ではありません。地味なエプロンをつけた彼女は、胸に生後間もないであろう赤ん坊を抱いていました。私の会釈にはかすかに反応しましたが、視線を合わせようとはせず、うつむき加減のままで、その表情は読み取れません。ひどく人見知りで子供を産んだばかり。だから神経質に旦那以外の訪問者にはドアを開けない。私は若干の不気味さを感じながらも、これまでの彼女の対応をそういう風に理解し、納得して部屋へ戻りました。そうして新しい部屋での生活は
静かに始まったのです。ある日のこと、ドスッ。仕事に煮詰まって部屋の床に寝転んでいた私の背中に、まるで床越しに何か太い棒で突かれたような感覚が走りました。まるでうるさいと怒っているかのようにです。一般的に上の部屋の音は響きやすいと言いますから、私が何か騒音を出していて、怒った下の住人が天井を棒か何かで叩いたのかとも思いました。でも考えてみても思い当たる節がありません。しばらくすると今度は床がドス。寝室の床もドス。また私の足元でドス、ドス、ドス、ごっごっご。だんだんつく感覚が短くなっていきます。よくよく耳を凝らしてみると、ついているのは天井ばかりではないようです。壁や床にも何か硬くて重そうなものを投げつけているようです。音のくぐもり具合や伴う衝撃の大小でそれがわかります。やがて、ひとしきりつきまくって満足したかのように、開花の部屋はしんと静まり返りました。平日の真昼です。言い争う声も聞こえませんから、夫婦喧嘩とも考えづらく、挨拶に行った時の下の奥さんの印象から、うるさいとか迷惑とかよりも不気味な感じが先に立ちました。その後も時折、ドスという天井や壁を突き上げるような音、バタンバタンバタンと戸棚の扉を乱暴に何度も何度も叩きつけるような音などが聞こえてくることがありました。下からの騒音は決まって平日の昼間。しかも短時間に限られています。アパートの住人で平日の昼に日常的に部屋にいる人は他になく、多分その騒音を聞いているのは、開花の本人、奥さんと私だけでしょう。大家さんに文句を言っても、きちんとした若夫婦と、勤めもしないでブラブラしている独身者というステレオタイプの偏見に満ちた人だけに、やぶへびになってしまう可能性が大です。騒音も毎日というわけでもなかったので、私はしばらく我慢していました。文字では書き表せない声、腹の底から絞り出すような声、歯ぎしりする歯と歯の間から漏れる震えるような声。叫び声ともうめき声ともつかない異常異様な声がドッスンバタンと部屋中を引っかき回すような騒音に混じるようになったのは、それから間もなくのことでした。こうなると私としても我慢の限界というか不安の限界というかで、意を決してアパートから少し離れたところに住んでいる大家さんに苦情を言いに行きました。しかし大家さんは案の定、私のことをうさんくさい目で見て、そうですか。他の方は何も言ってませんけど。と言ったきり相手にしてくれません。誰か他の住人が気づいてくれればいいと思っても、その異音が発せられるのは、相変わらず平日の昼間ということを除けば、一定の周期もなく、一日に二回やってくることもあれば、一週間しんとしていることもありました。一度はその異音の最中に、アパートの前の駐車場に
車を取りに行く風を装って、その部屋を覗きに行ったこともあったのですが、窓にはカーテンがかけられ、中の様子を伺い知ることはできません。そればかりか、私の行動を察知したかのように、それまで建物の外にまで響いていた異音はピタリと止むのです。意味のない絶叫だと思っていた異音が、何らかの言葉であることに気づいたのは、うるさくて腹が立つのではなく、薄気味が悪くて何なのかを知りたい気持ちが強かったからだと思います。ただの異常者なのか、それとも何らかの悪意があるのか。私は異音が始まるたび、息を潜め耳を澄ませるようになりました。意味のない叫び声としか聞こえなかったものが、だんだん、だんだん何を言っているのか聞き取れるようになりました。そして、なんでこのガキはこぼすんだ!おい!殺すぞ!私は、下の部屋の奥さんが抱いていた赤ん坊を思い出しました。育児のエローゼ。幼児虐待?そんな言葉が急速に頭の中で点滅します。赤ん坊がうまく食事ができないことにでも腹を立てているのでしょうか。そして何か物に当たって部屋中を引っかき回しているのでしょうか。私は赤ん坊の身の危険を感じずにはいられませんでした。ドス、バタンと上の階まで響く重く硬いものをめちゃくちゃに投げつけているような音だけではなく、最近ではピタンと何か柔らかいものを床や壁に打ち据えているような音も混じるようになっていたからです。通報するべきかどうか悩みました。もし私の一方的な勘違いだったとしたら、悩んでいるうち、私はある疑問に気づきました。赤ん坊の泣き声がしない。奥さんがものすごい叫び声や騒音を立てている間だけではなく、私が引っ越してきてから一度も赤ん坊の泣き声を耳にしていない。まさか、すでに死んでいる?関わらない方がいい、とっさに私は判断しました。そして、この部屋を出ようと決意しました。しかし、珍しく仕事が忙しくなったこともあり、私は相変わらずの異音と両親の呵責に耳を塞ぎながらその部屋に居続けていました。そんなある日の午後、いつもとは違う騒音に私は表を見ました。一台の引っ越し業者のトラックが止まっています。そうです。あの階下の住人が引っ越すところでした。旦那は相変わらず人の良さそうな物腰で業者の人間に指示を出しつつ自分でも段ボールを運んだりしています。一方、奥さんはというと作業を手伝うでもなく多分夫婦のものであろう白い軽自動車の脇に佇んでいます。髪の毛は洗ってないかのように油っぽくがっくりと落ちた肩に精神のやつれが滲み出ているかのような雰囲気。挨拶に行った時と同じような地味なエプロンをつけて、化粧気もなく、うつろな表情をしているようでした。しかし、その胸にはしっかりと赤ん坊を抱いています。2階からの視点ではよく見えませんでしたが、
赤ん坊は母親の胸に抱かれて、おとなしく目を開けたり閉じたりしています。生きてる。私は心底ほっとすると同時に、あまりにもおとなしく無表情な赤ん坊を見て、むしろ問題があったのは赤ん坊の方だったのかもしれないと思いました。自閉症の類、そして育児ノイローゼからヒステリーの症状へ。不気味に思っていた奥さんに対して、哀れみを禁じ得ない気持ちにもなってきました。やがて作業も終わり、まずトラックが出発しました。続いて旦那が、奥さんに車に乗るよう促し、トラックの後を追って出発するのを、私は窓から見送りました。しかし、その時見てしまったのです。奥さんが車に乗り込む時、赤ん坊のこめかみのあたりをドアの角にぶつけてしまったことを。それを見ていたはずの旦那が何の心配もしなかったことを。午後の日差しに赤ん坊の顔や目がやけに反射していたことを。赤ん坊で動いているのはまぶただけだったことを。そのまぶたも上下するのは時折奥さんがあやすようにゆするときだけだったことを。そう、あの赤ん坊は明らかに人形でした。